飛竜の拳は、カルチャーブレーンより発売された格闘アクションゲーム、および一連のゲームシリーズ名。1985年に、アーケード用、北波少林飛竜の拳としてリリースされて以降、ゲーム内容を追加され様々な家庭用ゲーム機に、続編が制作された。アーケード版は、対戦型格闘ゲームのみだったが、ファミリーコンピューターへ移植された際に、 横スクロールアクションの要素が加えられ、以後のシリーズはほぼアクションゲーム格闘ゲームの内容に統一された。自身や敵の部位に丸印で攻撃や防御の位置を示す心眼と呼ばれるシステムを採用している。印は上段、中段、下段に現れ、十字キーとボタンを使用して相手の丸を狙って攻撃をしたり狙われている丸を防いだりすることができる。 印には通常の赤い丸のほか、青い R がある。青い丸は相手に倍のダメージを与えられ、R への攻撃が成功すれば、ラッシュ攻撃へと移行し、への攻撃が成功すれば、飛行をついて一撃で倒せる。防いだり攻撃したりすると、コゲージが増えていく。コゲージが100になると、陶器、飛竜の拳を放つことができるようになる。 飛竜の拳2からは、変身、法力といった新しい要素が加わった。なお、新眼システムが採用されているのは、飛竜の拳 S ゴールデンファイターまでで、以後は、通常のアクション式の対戦格闘となった表記は、漢字フォントがなく、すべてひらがな、カタカナである。アーケード版、北波少林飛竜の拳は1985年に、急日本ゲームが制作。 対戦格闘部分のみで構成されている。日本国内では対等が販売を担当。海外では、上海キットのタイトルで、データイースト USA によって、ライセンス生産販売された。バーチャル飛留では両平5人の竜剣士とフーズ風は、声も出るが、声優名は不明である。読みは、五2のドラゴン。大魔人を打ち滅ぼした、竜天体制が大魔人の復活を阻止するために、 地上へ使わした5人の戦士、飛竜の拳2からは変身することにより、鎧のような衣装に身を包み、法力を使用することができるようになる。続編の飛竜の拳3からは武器が使用することになる。なお、竜戦士という設定は飛竜の拳2から登場した。ストーリーモードではコマンドで仲間を選ぶと交代できるが、飛竜の拳2と飛竜の拳 S では、 魔界衆や月光衆などと対決しか交代できない。大魔人復活を企む集団。魔界衆とも呼ばれる。流戦士及び少林寺とは敵対関係にあたる。内容はストーリーを変更しただけなので、登場人物はあまり変わらない。外伝はカラー対応してないので色の濃さや頭の形の違いがいくつかある。列伝はカラー専用なので基本カラーは統一されている。 カッコ内は戦闘タイプ。攻撃を与えるたびに、コゲージが増えていき、100になると、各種必殺技を使える。数回必殺技を使用したり、ダメージを受けると、コゲージは減少する。世界大会等で出てくるボクサーや、プロレスラーにも、必殺技がある。ガード不能だが、CPU が繰り出す前にはしばらくマークが表示されない、準備時間があるので回避することができる。 奥義の書はファミコン通信クロスレビューでは5、7、8、8の28点。レビュアーは単純なカンフーゲームを映画を見ているような、ストーリー仕立てに作り上げられ、行き詰まる格闘でプレイヤーをその気にさせるゲームであり、難易度選択や、パスワードコンティニュー可能なシステムも良く、ゲーム構成が変化することで違う楽しみ方もでき、AC 版が好きだった人に勧められる格闘ゲームの、 決定版といえる力作だと称賛した。ありがとうございます。